これすごくないですか、この蔵屋敷。もともとここなんか郵便局だった。ここしかも手書きじゃない？ほら手書き。ちょこれ揺れる？これ揺れるじゃない？これ結構有名なんですよ。なんで有名かっていうと、これ見てください。はい、あけましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。どうですか2021年、うん、始まりましたけど、うん、いや2021年になって実感が全く湧かないんですよ。いやーね、なんか多分今日のやつも、うん、2020年と全く変わらないなと思うような内容だと思うんですけど、今日はね多摩島の夜の、街に来てます。はい、ちょっと今日ここをね歩いていこうかなと。夜の街は初めてですね、この多摩島。ここね、ちょっとねやっぱ風情ある感じのスポットがあったりとかなんで、うん、歩いていきましょうかね。すごいでしょう。これもともとなんかラーメン屋、ほらここほら、まいや、やってないみたいな、廃墟みたいなね。この入り口、まこの辺はねやっぱこういう感じなんですよね。やっぱ低いよね、屋根っていうか。ですね。昔の日本人はやっぱ身長が低かった件っていうのもあるのか。ですね。岩手さん。いいね、本当人がいるんだ。ですね。でもともとはこの表町とか、うん、岡山にある表町とかもなんかこういう感じだったらしくて。こっちはもうなんか、なんか今令和やん。ええ、平成？いや昭和？ってなるね。です。うん、そう。これ揺れる？これ揺れるじゃん。ちょっと待って。これ揺れるやつやろ。これが結構有名なんですよ。あ、そうなの？なんで有名かっていうと、これ見てください。ドラム缶でできてるんですよ。もちろん。ドラム缶の橋なんですよ。ドラム缶ですね。これが一つの有名スポットなんですよ。この辺も暑いね。え、これ浮いてるってことよね。浮いてますね。でもそんな深くないんですよ。これもう見てください。もう土が下見えたんですよ。わかんないから。本当だ。声が出てたからさっきから。まあ多摩島。うん、まあ昔は、まあ今いないですけど、おばあちゃんが住んでた場所も多摩島だったんですけど。あ、そうなの。よくねこの辺一緒に買い物行ったんですよね。ああ。だから年末年始とかやっぱ祝い事するじゃないですか。うん、でその辺の商店で。タイを買ったりとかお魚買ったり、おめでたい、ね、そうですね、いたんですけどね。続いての逆銭湯、何店舗かね銭湯がこの町にもあったんですけど、多分おそらくもうやってない。でこの羽黒神社っていう、ちょっと行ってみましょうか。まあ初詣とかなんでしょうね。うん、まあ、今回はねやっぱ
初詣も少ないんだろうね。分散らしいですね。分散参拝っていう感じですね。でもちゃんとこう稼働して、稼働ちゃんとやってるですね。こっちですね。広いね。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここは大丈夫ですか？あの傾斜とかそんなの大丈夫ですけど、もうこういうって、ああ、高いです。何百段とか階段の神社とかあるじゃん。ええ、そういうのは多分途中で帰ろうって、ね、もう無理帰ろうって。これすごくないですか、この蔵屋敷。あ、ですね。もともとここなんか郵便局だった。消防団の。え、なんでこんな普通に撮るの？昔のやつでしょうね。しかも手書きじゃない？手書き。ですね。昔ですね。この建物。有名だったとこです。郵便局跡です。ですね。これ辺商店街ですね。こっち側行ってみます。なんかタイムスリップしたみたいね。ですね、まあ、なかなか珍しいんでね、もっとこういうのを上げてった方が。いや本当そうだよ、ね、今の若者もそうだけどさ、昔を知ってるし。もちろん玉島といったらね、あのお祭り、みこしがね有名なんですけどね。あ、そうなんや。ええ、いいね。なんかあの信号あるけどみたいな。なんか精神庁ですね。通ってないですね。コーチン？何時まで？いいね、この餃子が綺麗に並んでる感じですね。安くない？ああ、そんなもんか。まあ普通な。すごいね。これがあの、みこしですね。これだしって言ったの？ええ。ね、ですね。
いな。周りがね。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？いや、いいね。味があるね。ですよね。だから時代はね、徐々に過ぎていっていますけど、うん、ね、令和3年ですね、うん、なってますけどね、まだ昭和の風がまだ残ってる、ね、はい、懐かしいなと思うんですね、すごい、うん、なんか残しててほしいよね、本当ですね。だから最近だって結構ね、崩されてる場所が多いんですよね、解体でね、まあ、そういう中でまだ残ってるっていうのは非常に貴重なものかなと思います。だから結構ね、この辺もその昭和レトロっていう部分を押して観光産業に取り込んでるようなその看板があったりね、してるんで、だからまあその玉島っていうのは本当に文化がいろいろあって、それこそ港町で遊郭が向こうの方にあったりとかするほどなんで、ぜひ皆さんもね、行って、まあ普通にソフトクリーム屋さんあったりとかね、普通になんか今風のお店もあるね。ですね。だからカフェとかね、探してぜひ行ってみてもらいたいなと思います。はい、はい、ですね。最後っていうか途中の神社の降りたところの暗屋敷が気になったんですけど、あれ気になるね。あれもわざとですよね。残したのね。ねえ、ですよね。というわけで謎が残る中、終わろうかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。